どもども吉田です。海外で人気のレトポケニプラスを手に入れました。この端末はレトロゲームにフォーカスしたアンドロイド搭載ゲーム機で、安価な割にはスペックが高く、ソフトにもよりますがゲームキューブくらいまで遊ぶことができる、コンパクトで質が高い端末です。多少の不満点はあるものの今年一番のお気に入りになるかもしれない。ではこんな感じで見ていきたいと思います。箱は普通に段ボールですが、ちゃんとデザインされています。カラバリはインディゴ、16ビット、ブラック、オレンジ、レトロの5種類、スケルトンカラーの販売はなくなりました。再販頼む。内容物は説明書と充電データ転送用の USB-C と本体に加えて保護フィルムが付属。データ転送用の USB-C は端子の内部がなぜか紫。急速充電対応のものだと紫や青なことがありますが、このケーブルがそうなのかどうかは謎です。説明書はこちら。気になる方は動画を停止してじっくり読んでみてね。外観は個性的な端末で、横型でありながら画面下部分が長い。ここにスピーカーが搭載されていて、画面占有率は高くないもののバランスの良い配置になっていると思います。画面側には ABXY ボタンと十字キー、左アナログスティックと右スライドパッドが配置されていて、画面下に左からホームセレクトスタートボタンが並んでいます。アナログスティックとスライドパッドは押し込みにしたようなのが少し残念。まず手に干渉しない位置に、画面側にステレオスピーカーがあるってだけでかなりお気に入りポイントです。質感やビルドクオリティも普通に高く、そこらの中華ゲーム機とは一線を画している印象。ツルツルよりのサラサラとした上質なプラスチックで、アンバーニックとはまた異なった質のシェルです。チープな中華ゲーム機ではありません。画面上側には LR ボタンと ZLZR ボタンが縦に並んでいて、右から HDMI、充電転送用 USB-C、ボリュームボタン、電源ボタンが並んでいます。画面下にはマイクロ SD スロットとイヤホンジャックがあります。四角い形状ではあるものの、手に馴染むグリップ感ではあります。LR ボタンの形状が優れていて、指をかけると非常にフィットする感じがあり、いい役割を担っています。この端末で一番惜しいのがボタン。深めで固めな押し心地は悪くないんですが、遊びが少なすぎるせいなのか何なのか、少し引っかかる感じがあります。個人の押し方の癖もあるとは思いますが、アクションゲームをするにあたっては少し気になる引っかかりだなと感じます。あと右アナログスティックではなくスライドパッドなのも少しマイナスポイントです。私は右スティックを使うゲームはほとんどやらないので支障はありませんが、グリグリと視点を動かしたい人は気になるかもしれません。決して悪いスライド感ではないので許容範囲内ではあると思いますけどね。左アナログスティックはいつも通りのやつで快適に操作できて、十字キーは100点です。軸感がありながら深め、しっかりと押せる感じがパーフェクト。画面下2種類のボタン、音量、電源ボタンは、見た目通りタクトスイッチですが、硬すぎずちょうどいい塩梅。下側面のラバーを取るとマイクロ SD を取り外しできます。間違って押し出してなくなってしまうことがない配慮。そして LR ボタンも非常に良い。上下に配置されていることで間違って押すこともないので良いし、押し心地もグッド。ちなみに ZLZR はトリガーボタンではなくスイッチ式のボタンです。携帯機あるあるですね。さて電源ボタン長押しで起動してみましょう。え、これはちょっとまあはい。起動画面はさておき、画面は 640×480 の高解像度、ラミネーションディスプレイなので、どんなゲームでも良い感じに映すことができてこれもグッドです。起動はかなり明るくできますが、逆にあまり暗くならない印象。気になる方は別途で起動下げるアプリナイトスクリーンなどを導入して使うことで、そこはなんとかなります。Android のアプリを使おうとした場合は解像度が低く感じてしまうデメリットはあるものの、スターデューバレーやマイクラなど遊ぶゲームやアプリによっては自動で最適化してくれるのでここは遊ぶゲームにもよりそうです。テラリアでは解像度足りない感じの表示になってしまいました。ちなみに原神は試しにインストールしてみましたけど。すぐにアプリが落ちました。まあ、そりゃそうですよね。
本的にタッチパネル対応の普通の Android なので、Android に精通しているユーザーであれば問題なく使いこなせます。細かく色々と設定できたりするのが Android の良さでもあり、難しいところでもあります。初期設定を行うとデフォルトでエミュレーターアプリが導入可能、プレイストアのプリインストールなど、必要なものは揃っていますが、設定済みではありません。快適に使おうと思うと、それぞれのアプリでストレージや設定の調整などを行う必要があります。遊ぶまで結構知識がいる作業です。設定を行うことで GC もそれなりに動くようになり、これはという高揚感があります。またオフィシャルアップデートであらゆるアプリの設定が改善され、快適に使えるようになりました。アップグレード方法は設定矢印システムからアップデーターで行うことができますが、私がやってみたところ再起動後なぜかブラックスクリーンになり分鎮火したかと焦り、充電器に繋いで放置してたら治ってました。謎。でバグって追加アプリのインストール画面が出てこなかったので、設定のハンドヘルドセッティングスからセットアップを再実行します。あとこれは中華ゲーム機あるあるなんですが、Android 端末であっても、スリープ状態でぬるぬるとバッテリーが減っていくのが一つの悩みでした。しかしこの端末は何日放置していても余裕でバッテリーが維持できていて、やりたい時にすぐにスリープ解除で遊べるのがめちゃくちゃ快適。Linux 搭載端末含め以外とこれができないのが多いので、細々とゲームを遊ぶスタイルの人には刺さります。こんな感じで必要なアプリを選択してインストールします。アプリを消してしまっても再インストール可能なので、必要だと思うものだけインストールするのが良いかと。専用のレトロイドランチャーという名前のランチャーが入っていて、これを使うとエミュ機のようなインターフェースで使うことができます。グラフィックや設定のざっくりさなどがあるので、気になる方は別途ペガサスフロントエンド、ディグ、リセット等のエミュレータフロントエンドアプリを導入設定することをお勧めします。またゲームのプレイ中に画面右から左へスライドさせると、メニューが表示されてキーマッピングやタスクキル、スクリーンショット等を簡単に行うことができて、ボタンに対応していないゲームであってもこれで設定することである程度プレイすることができるようになります。ちなみにスターデューバレーはコントローラー対応しているので設定する必要はありません。もともと見た目がすごい好きだったので良さそうだなとは思っていたものの、想像以上ツボが多い端末でした。高い質感とビルドクオリティ、3.5 インチ画面のサイズ感と解像度、前面のステレオスピーカー、それだけで割と満足感ありますが、意外と GC も動く、Android としても使える、スリープ状態でめちゃくちゃバッテリー持つ、価格安いなど、おすすめできるポイントは数多くあります。デメリットだなって思ったのは、ボタンの引っかかり、アナログスティック押し込みがないことくらい。Android の自由さに翻弄されながら、根気よく自分にとって最強の設定を探し求め続けれる人であれば、買って損しない端末だと思います。では、私は最強のレトポケを求める旅に出ようと思います。探さないでください。